マイク・ゴドウィン・ゴドウィンの法則、または、ゴドウィンのヒトラー・類イの法則は、議論が十分に長引いた時、遅かれ早かれ、別の誰か、何かを、アドルフ・ヒトラーや彼の悪事になぞらえるようになることを、察す、インターネットの格言である。このルイヒが持ち出された時点で不利な状況を打破しようと、悪人を引き合いに出しているだけであるとして、その議論や対話が打ち切られることもしばしばある。 法術のように何かをヒトラーと類比することそのものを批判するものではない。フランス語圏ではゴドウィンテンと呼ばれ、議論でヒトラーやナチスを引き合いに出す人が出てきたら、その議論はゴドウィンテンに到達したとのように用いられる。1990年に弁護士のマイク・ゴドウィンによって提唱された、この法則はもともとはユースネットニュースグループの議論についてのものだった。 現在この法則は、インターネット上のフォーラム、チャットルーム、コメントスレッドなど、あらゆるオンライン上の継続的な議論に、またヒトラーに例える論法が持ち出された演説、文章、その他の習字にも使われている。ゴドウィンは、この法則を1994年に、ワイヤード US 版の記事で紹介し、広く知られるところとなった。ゴドウィンの法則には、多くの形が存在し、 その一部は他の刑より公式なものとみなされている。例えば、多くのニュースグループやインターネット上のフォーラムには、ヒトラーとの類比が行われた時点でそのスレッドは打ち切られ、それまでどんな議論が進行中であろうと、その類比を持ち出した側が負けとされる伝統がある。この運営原則自体もしばしばゴドウィンの法則と呼ばれる。ゴドウィンの法則自体も、 議論の相手が行った類比を誇張表現だと不当に貶めるという形で話題逸らしや検閲に悪用されることがある。米国の法律家、ジャーナリスト、著述家のグレン・グリーンウォルドはこの観点から、この法則を批判している。ゴドウィンの法則は、語尾の告発を胸としているものではなく、不適切で誇張された。 対比の発生率を下げるためのビーム的な道具として作られた。ゴッドウィンは、あえて自然法則や数学法則のような表現にしてはいるが、この法則は常に、修字上、教育上の目的のためのものだ。要するに、自分は、誰かを安易にヒトラーになぞらえる軽薄な連中に、もう少し真面目に、ホロコーストのことを考えて欲しかったのだと書いている。ゴッドウィンは、 1990年に、ミーム学の実験として、ゴドウィンの法則を導入したと述べている。1994年10月、ワイヤード氏 US 版に掲載された。2012年には、ゴドウィンの法則は、オックスフォード英語辞典の第3版に収載された。ゴドウィンは2015年12月に、当時のアメリカ合衆国の共和党の大統領、候補者であった。 ドナルド・トランプをナチスやファシストになぞらえる議論についてこうコメントした。もしあなたが十分に資料を重ねた上で本当に歴史的観点からの気づきを促せるのならトランプであれ他の政治家であれためらうことなくヒトラーに言及すればいい。2017年8月にはゴドウィンは Facebook と Twitter で2日前に バージニア州シャーロットビルで行われたウハデモユナイトザ・ライトを念頭に、オルタナ右翼の指導者たちをナチスと比較することを指示し、奨励した。ありがとうございます。